余すとこなく、ここに入るので、はい、これなんですよ。ここがね、非常に重要なんですね。料理の先生です。みんな元気かい？ちょっと酔っ払っちゃったね。その酔っ払ってもできるようないいレシピがありますんで、しかもね、低糖質なんですよ。だから締めに食べても太らない。これです、もやしです。もやしでカルボナーラ食べたいですね。もやしって食物繊維がたっぷり入ってて、低糖質で低カロリーなんですよ。だからパスタを使うよりも全然すごくなんつうのいい感じなんですよ。いい感じにやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということで材料紹介いっていきます。まずもやし 200g、 うちのスーパーで売ってるの 200g なの。 200g。 ニンニクは1かけ。卵、皆さんハズンク言ってくださいね。トメイコです。 L サイズ1個です。ベーコンが 50g。 ちょっと大きいかもしれないけど、別にベーコンいっぱい入ってる分ぐらいは別に全然美味しいので、パルメザンチーズね、これ市販のでいいですからね。こいつを大さじ2杯ぐらい。まずですね、このもやしカルボナーラを作る上で非常に重要な点はですね、ベロベロに酔っておくことですね。酔った後のカルボナーラは美味しい。自分自身に味付けをしていきます。はい、ということですね、やっていくと思います。ニンニクですね、結構今日はね、ちょっと大ぶりなニンニクなんですけども、パンパンパンと、これ潰してスライスすると、ほらこんな感じ、粗みじんになりますんでね。ベーコン、ベーコン、僕は短冊切りですからね。こんな感じで、よっしゃー。いや、今日は洗わない、洗わないで作ったお腹壊したことないしね。 200g ね、たっぷりも周りにかける感じかな。お酢をね、まあ少々かけましょう。そして、ね、ここにぶち込んでいきます。ドーンドーンドーン、パーン。で、この間を利用して飲んでいきます。ただのもう酒飲みおじさんにいたせてください。本当に YouTube はもうほぼ趣味のようなものなので、皆さんくれぐれもお酒の量は気をつけてくださいよ。こうやってね、僕ぐらいの料理家になればね、卵はね、ほら片手で割る。今ちょっと危なかったけど、粉チーズ大さじ2ぐらい、まあいいっすよ。粉チーズ多いぐらいだったらね、僕のレシピだと大さじ2って書いてあるけど、まあもう多い分にはうまいんだよ。チーズは多ければ多いほどうまい。卵の液を作っとくんです。常温の卵が腐れた野菜と絡まっても非常にいい感じになるんですよ。でこれで卵液をね、こうやって入れるんですよ。余すとこなく、ここに入るので、はい、これでマジマジ、はい、入れたら混ぜ混ぜ、全体を混ぜ合わせてくださいね。これね、まだねシャバシャバなんですよ。こうやって全体的に混ぜたら、ラップしなくていいので、もう30秒トゥゲザーしてください。これね、なんでこう30秒やったかっていうと、卵を固まらせてカルボナーラっぽく、そうもやしにまとわりついてるでしょ、卵が。これなんですよ。ここがね、非常に重要なんですね。僕30秒で やりましたけど、ちょっとまだシャバシャバだなと思ったら、皆さん自分らで調整してくださいね。これね、まあ、もやしにまとわりつくぐらいですね。油分使ってないですからね、今回ね。こいつをね、お皿持っていきましょう。なんでリュウジさん太んないですかっていう質問めっちゃ来るんですけど、言わせていただきますけど、太りますよ。いつもみたいにバリバリチーズとかバリバリバターとかっていうのを毎日食って、それは太ります。僕でも太ります。あれが一食なわけじゃないですからね。夜はこういうもの食べてるんですと。もやしとね、ベーコンだけでパンチがやっぱ足りないので、カルボナーラですからね。もやしのカルボナーラ完成でございます。はい、ということですね。できましたので、早速、やっちゃいたいと思います。いただきます。いただきます。
あ、これめっちゃうまいわ。もやしにね、味がついてて非常に美味しい。このレシピ久々に作ったんですけど、多分これ開発してた時僕酔っ払ってたと思うんですよ。結構濃いめの味です。満足感やばい。カルボナーラの味がちゃんとします。これニンニクも味も効いてて非常に美味しい。油使ってないんですよね。本来は僕バターとか使うんですけど、多分その時は僕痩せたかったんでしょうね。痩せたかったからバター入れなかったんです。バター入れないと全然美味しい。卵とベーコンは非常にタンパク質豊富なので、減量中の皆様でも本当に美味しくいただけるご飯なんじゃないの。これはめっちゃうまいな、これ。うんうん。低糖質、低カロリー、低コスト。卵の卵液がとろっとしてもやしに絡まって非常に美味しい。ぜひ皆さんやったらさすがに美味しそうだなってとかっていうことを思ってほしい。あの酔っ払ってるのは別に僕の、 趣味なので、ぜひやってください。